tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna say, straight before this night turns into day, and then I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please, you know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown, your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way. My love will shine.四国山地西部の仁淀川町にやってきております。ここはですね、仁淀川の支流椿山川、そこをどんどん入っていって一番奥にですね、椿山という集落があります。まあ、天坂の村、四国山地西部にも多く分布しているんですけれども、まあ、その中の、まあ、ナンバーワンと言っていいでしょうね。私はそう思います。ここはNHK のドキュメンタリーでですね取り上げられて、 NHK スペシャルかな、それで紹介されたんですけど、それを見てですね、ぜひ行きたいと思って以前来たことがありますが、本当ね素晴らしい集落です。今日はぜひ動画を撮りたいということでやってきました。綺麗な滝が流れてましたね、今ね。仁淀川町の中心集落から、まず入っていって、国道何号線だったかな、400何十号線っていうやつがあるんですけど、それ自体もねものすごくね狭いんですけど、そこから分かれてさらにこれを登ってるわけです。人家が途中ありましたけど、集落がここからね椿山まで全然ないんですよ。本当にねこの先に人が住んでいるんでしょうかというような感じですがね、これ電柱があって電気が通ってますので、当然その先に集落があるということになります。もうちょいですね、四国山地の話ちょっとしますとね、四国山地東部のまあ徳島県、うわすげえ、右側のガードレールなし、怖い、怖い怖い。四国山地東部はですね、こっからだな、こっから登ってきます。四国山地東部は徳島県で、特に吉野川の流域に本流支流合わせましてですね、まさかの村がいっぱいありますけど、西側はですね、やはり吉野川の上流域とこの仁淀川沿いが多いですね。そして、佐多岬半島ですね、四国山地がどんどん、四国山地というか中央構造線の南側の険しい山地が、四国山地なわけですけども、それが西へ伸びていって、佐多岬半島になるわけですね。さあ登ってきましたよ。パッと開けて人家が現れます。まさかの村共通です。こっからだな。うわ開きました。ライトです。おお、ここだ、ここだ。いや懐かしいな。何年ぶりだろう、十数年ぶりかな、10年ぶりぐらいかな。これ降りてくるんだ。うん、一軒一軒に車は寄りついてないんだ。この高さわかりますかね。そしたら下から行きましょう。等高線に沿ってね、胸が並んでますでしょう。ここからね降りていけるね。山の方に向かって道が、階段があって、でくるっと振り返るとね、降りていく階段があるので、これがねメインの縦道だと思います。降りてきます。かなり急斜面です。斜度がきついので、本当家は奥行きのない家が等高線に沿って胸を並べております。この派手がねあるでしょう。ここに農作物を干す、収穫物をここに。掛けて干すんですけどね。これね、綺麗に直してるような感じだな。住んでる人はいないんだけど、修理をしてるのかな。クモの巣を切りながら行かないと。住んでないな。あ、ずっと行ってみようか。あ、ここ石垣のとこだね。石垣のとこだ。もう人は住んでいません。神社のとこかな。このね、脇からも階段があるんで、ずっと上の集落の方に続いてるんでしょうね。後で行ってみましょうね。さっき降りてきた道に戻りました。ではここからまた降りていきましょう。すごいクモの巣。こいつは全部大きな集落だったんだね。下の方にもあるもんね。行けねえかなこれ。よいしょ。この道がずっと下まで行ってんだね。ここは前ね来ませんでしたよ。ここまではお茶なんですね。お茶畑。ずっとね、下まで続いてる。もう一回こっち行くか。ではこのお神社の横から歩いていきましょう。百花堂だったっけ。もうクモの巣ことやってんだけどね、引っかかっちゃう。よいしょ。栽培されてますね、ここね。車道のとこ出ました。上にあります。住んでる人は。よいしょ。まだある。まだあるけど、ここがほぼ一番上と言っていいんじゃないですか。怖いねこれ本当。勾配が凄まじいのでね、転げ落ってしまいますよ、転んだら。出発点戻りましたね。はあ、なかなかすごいでしょう。